ウジェーヌ・ジラルデはフランスの画家であるオリエンタリズム絵画を描いた。パリで生まれた。父親は版画家のポール・ジラルデで、兄弟にオリエンタリズムの画家になった双子の弟、ジュール・ジラルデとレオン・ジラルデがいる。パリの国立高等美術学校で学び、ジャン・レオン・ジェロームに学んだ。ジェロームに勧められて、1874年に初めて北アフリカを訪れ、絵を描いた。 モロッコ、チュニジア、スペインを旅した。1879年から8回ほどアルジェリアを訪れ、主にビスクラ、ブーサー,アーダ、エルカンタラに滞在した。イスラム教に改修することになる画家のナスレディーヌリネとも知り合った。1898年にはエジプトやパレスチナも訪れた。アラブの人々の生活や砂漠を描いた。 サロンド・パリア1893年に創設されたフランスオリエンタリスト画家協会の展覧会に出展した。1900年のパリ万国博覧や1906年にマルセイユ開かれた植民地博覧会にも出展した。1907年にパリで没した。ありがとうございます。